テレデデ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 はい、わかった一瞬なんだろうと思ったらさ、うん、あれかアメージはい、FGO のネタでした。戦慄の吉田教習所2017うわー、疲れない。いや、キャラ付けいらねえよ。はい、いや、キャラ付けしなくたって、お前はお前が。はい、どうも。吉江教授じゃ、ようこそ。あなたが、原付の免許取りに来た人？はい。乗れないよ。乗れないの。乗れないよ。乗れない。教えてあげようか。教えてください。もうちょっと誠意を見せてくれたらいいよ。教えてください。お願いいたします。もっともっと。ご聖天気の良いご晴天の中、ここにこの場にお集まりいただき誠にありがとうございます。風もそよぎ、秋の兆しもやってきた頃ですが、どうぞこの私に玄茶を。玄茶教えてください。はい、では教えて差し上げましょう。ちなみに今回、前回の企画で出たこいつを使います。おお、俺の時は使いません。俺の時はそれで十分です。あの、星野が乗ってる姿をこう映す、星野が進行してる姿をこう映す、最初はこう映す最初はこうやりますか。やりますか。よし、じゃあ星野、カメラをそのまま持ったまま俺を映しながら行くんだ。またヘシアンやっとく。またヘシアンやっとく。お前ヘシアン大好きだから乗るかもしれないんだよな。ヘシアン逆の方がいい。まだ逆ってどこ。何顔しか映さない。あ、そういうこと。ああ、全然股間しか映さないから。どういうことやね。まず構造から教えよう。これ関係ねえから。ああ、これ上級か関係ねえから。まずどっか教えてほしい。アクセル。これを、これがこう、これの引き際によって、で、そのまま引いたまま持ってれば、なんとなくホールド。でもホールドできてないと思う。多分速度上がってっちゃうから。それだから、ちょっとこう緩めたりしながらアクセルを調整してやる。原付は基本30キロだけど、まあ40キロちょい前ぐらいまで出しておいても大丈夫。おー。これがガソリンメーター。場合によっては右側にある時もある。そう、こっちがゼロで、こっちが、あ、今ゼロなわけじゃない。これエンジンつけたらちゃんとうんって上がるからね、こっち。で、これが多分みんなあんま知らない、車しか知らない人は知らないオイル。ガソリンとは別、車でいう早く減るバッテリーみたいな。これ入れない、これが切れると走れなくなる。ハイブリッドみたいな感じかな。こいつもなくなると困るから、こいつがなくなると光るから、こいつが。だからそしたら入れなきゃねって感じで、これが走行距離じゃん。で、こいつはスピード出しすぎてますよってなると光る、テカる。で、これがウインカー。これ、あー、まあ後でつけてからでいこう。下の押さないでね、こいつ。これ、あの、ブーってやつ。あー、ブーってクラクションね。そう、ブーってやつ。ブーってやつやらないでね。で、これ鍵ね。で、まあ、なんだろう、ちょっとこっち回り込んでみて。だいたい原付そうなんだけど、ここ鍵入れて、えってやると開くのね。そうすると、まあヘルメットはあるし、でヘルメット乗るときヘルメット入って乗せて、ここにこう
今は入らないから。もうちょっとちっちゃめだったら入る。これで入る、ほら。こんな感じ。で、荷物をなんか 出さなくても大丈夫みたいな。カゴにもなるよって感じ。まあ、基本的にはそのまま起きて。閉めます。そうだね。あとはここか。これ。こうやってやると、ガソリンが入れれますよ。って感じ。はい。OK。じゃあ、つけよう。入れます。入れました。入れました。コツがありますよ。ここ今固定されてるんだよ、うん。固定しないと止めれないからさ。で、これをこう右に引きつつ押し込みます。こうやりながら、こうガチャンってやります。押しながら。そう、今オフになって、これをオンにします。オンにすると、これで、ここが、エンジンの点火。だから、そのままで、車と一緒でブレーキ踏みながらじゃつかないから、ブレーキ持って、こうやってこうつくわけですよ。で、これを、今オンになってでしょ？オフにすれば勝手にこうなって、で、鍵抜くときは、ま、一回押しながら、ハンドルをこうして、こうしてこう。そうすると、なんでこうするかって言うとさ、仮にこう、ピッキングされてもさ、このまま走れなくなるじゃん。曲がったままになって、これじゃまっすぐ走れないじゃん。だから、なんか奪われないで済むよっていう。ああ、なるほどね。自転車でいう、普通の鍵かけた後に二重ロックみたいなやつ、リングでの。そんな感じです。はーい。はい。じゃあね、どうしようか。じゃあ、星野、まっすぐちょっと歩いてってさ、俺を真正面が捉えるような。おいよー。はい。こんな感じ。なるほどね。一応止まれないか気をつけてね。ああ、俺も思ったそれは。で、ウインカー、ウインカーエンジンついてはつけれるんだけど、左やるとほら見える。ちょっと光ってんだけど。ああ、なるほどね。で、右やると右つくし、こっちが。で、左やったけど。いや、このもう一回左やっても切れないんだよ、これが。あ、そうなん。そしたら、ウインカー消したいなと思ったら押すんだよ。押すんだ。まっすぐ押すと、ほら、ここ見てもらえるとわかるかな。オフって書いてあるでしょ。あー、ウインカーつけて、オフってやると切れる。ウインカーつけて、あとこれがライト。うん。上側の前照、前にあるやつ、夜とかのやつ。で、今はこれ下だから下。外ライト。下向きライトか。って感じ。ちょっと一瞬回ってくるわ。適当に押っといて。この辺で、この辺でいい。この辺から、ちょっと待って。ああ、いいよね、適当に。ゆっくり回ってCT50 キロまで走ってる。早いな、こんな感じ。なるほどね。じゃあ、一回これ落としてカメラを。で、あっちに行きます。はい。じゃあ、俺先に行ってるよ。一回来ます。